先生、はい、今日はうちの娘についてご相談があるんですけれども、はいはい、どうぞ。うちの娘小学4年生なんですけれども、はい、ちょっとなんか引っ込み思案というか、うん、まあおとなしいというか、はい、人に逆らえないというか、うん、ちょっと心配なんですね。そうなんですね。はい、で結構あの強い子がいて、はい、なんか意地悪っぽいことを言われてるみたいなんですけども、学校でね、はい、はい、なんかさ何も言い返せないというか、うんうん、逆らわないっていうか、はい、でどんどんそれがなんかちょっとエスカレートしていかないか心配なんですけれども。はい、まあ、小学校4年生って言ったらね、女の子グループを作る時期ですからね。そうなんですよね。引っ込み思案だとね、どうしてもね、はい、心配かもしれないですよね。そうなんですね。ちょっとやっぱり近所でも、はい、ボス的な女の子がいるの。あ、はい、あ、そうなんですね。でちょっとなんかうちの娘はビクビクしながら、なんか近寄れないし、うん、遠くに行くのも怖いしみたいな。そうなんですね。はい、わかりました。はい、じゃあ今日3つの、はい、お願いします。お話ししますので、はい、試してみてください。はい、1つ目は、お子さん自身ですね、はい、自分を信じる力を育てるっていうことを、はいはい、まずやってみましょう。はい、自己肯定感ね、自分は自分で OK だって思ってる子は心が強い子になりますので、はいはい、こう外部からのね、はい、嫌なことにも頑張って乗り越えられるっていうものがありますので、はいはい、自分を信じる力を育ててください。自分の力、信じる力、はい、はい、自分は自分で OK っていうことで、はい、お子さんの欠点をあまり言い過ぎないですね。あなた引っ込み思案だからもっとはっきりしなさいとか、それ言われたら言い返しなさいよとか、その子にできないことを言わなくて大丈夫です。あ、そうなんですね。はい、その子が優しいとか、はいはい、お友達に親切であるとか、はいはいはい、下の子に優しいとか、そういう、はいはい、性格面でもいいことをその子に伝えてください。はいはい、あ、なるほど、はい、人と同じじゃなくてもいいので、はいはい、自分は自分で OK っていう自分を信じる力ですね。あ、わかりました。はい、欠点を言い過ぎないっていう、わかりました。はい、やってみてください。はい、で2番目はお母さん自身が子供さんに信用されるね、うん、信じられる大人になってください。はい、私はですか。はい、それを目指してください。はいはい、例えば人の悪口を言わないとか、はい、先生の悪口、はい、お友達に本当に怖いよねとか、はいはい、先生意地悪いよねとか、はい、親戚の悪口とか、はい、そういうことは言わないでください。はい、わかりました。悪口の中で育った子供って人を信じられなくなります。はい、私も何か悪口言われてるんじゃないかと思ってしまうので、はいはいはい、まずはそういう悪口を子供の前で言わない。はいはいはい、はい、悪口はママ友同士でやってみてください。ママ友だ、いやいや、こうそれはもっと怖いな。もっと怖いですか。はい、子供の前では、はい、はい、わかりました。はい、で、お子さんとの約束とか人との約束は必ず守る、約束を守る人になってください。はい、わかりました。お母さんはもう信じていい人だね、うん、私のことをサポートしてくれるっていう、そういう信頼関係があれば子供は、うん、何かトラブルがあった時でもとても強くなれますので。わかりました。はい、信用される親を目指していきましょう。わかりました。はい、お願いします。はい、で3つ目はですね、はい、お子さん自身いろんな人と会う機会を作ってあげてください。大きいことであるとか、はいはい、公園に遊びに行った時に知らない子に声かけるとか、はいはい、いろんなこと会うっていう機会を作ってください。はい、あの子乱暴だからもう付き合うのやめなさいとか、はいはい、あの子は雑だから嫌だわとか、そういうふうに比べなくて、子供をいろんな子供と接する、はいはい、人と交わるチャンスを作ってあげてください。そうすると、はい、自分を信じれる子っていうのは、うん、信じられない人の区別がつきますから、うん、いろんな人と、付き合ってると、うん、この人は信じられる人、この人は信じられない人、自分に合う人合わない人っていうのを経験から学びますので、うん、嫌なものから遠ざけないで、その中で学ばせてあげるっていうことを子供のうちからしてあげると、親がサポートできますからね。はいはい、
そういう機会を与えてあげてください。はい、はい、この3つちょっと試してみてください。わかりました。はい、じゃあこの今日の3つのポイント、はい、1つ目は自分を信じる力を育てる。そうですね。はい、わかりました。4年生なんですけど、はい、もうできますでしょうかね。うん、っていうかあのいいことを言ってあげてください。その子の長所をいっぱい言ってあげてください。ああ、なるほど。はい、短所ばっかり言って。長所言う。はい、はい、これダメ、あなたもはっきりしないとやり返しなさいよっていう、その子ができないこと言わないように。うんうん、その子のいいこと、もうあなたはそのね、あなたは今のままで OK っていうことを言ってあげると自己肯定感は強くなりますので、はい、わかりました。その子自身を認めるような声かけをしてください。わかりました。二つ目は、子供に信じてもらえる親を目指す。そうですね、はい、はい。人の悪口を言わない。子供の前でね、はいはい、あの、うん、はい、大丈夫です、はいそうですね、わ、はい、かりました、はい、で約束を、あ、約束をね、はい、守る、まあ、必ず守ってください、はい、信用される、はい、約束を守るっていう、はい、小さな約束も守ってください、はい、わかりました、はい、はい。3つ目はいろいろな人と交わる。そう、お子さんがね、はい、わかります。ちょっとうちあんまり外に出たがらないので、うん、まあ、人見知りもあるのか、まあ、家の中で過ごすのが好きで、うん、あのいろんなお友達もそんなに多くないんですね、うんうん、はい、でお友達の家に行くことも少ないですし、うち、んうん、に来ることも少ないんで、いろいろな人と交わることはあまり今までなかった、はい、そうですね、まあ一人遊び、一人遊びが好きな子はそれでいいと思うんですけれど、うん、はい、チャンスがあれば、はいはい、あの、何でしょう、嫌な人からわざわざ遠ざけないってことですね。ああ、遠ざけない、はい、はい、あんなこと付き合うのやめなさいとか、はいはい、そういうことをしないでください、はい、わざわざ、はい、あの家にいるのが好きな子に外行って、うん、みんなと交わってっていうのではなくて、そういうチャンスがあったらあの交わる積極的な心構えを親御さんの方がされるといいと思います、はい、あの嫌なこと付き合わなくていいよとか、はい、ここはちょっと学習にならないので、はい、まあ嫌だったら、本当に嫌だったら付き合わなくてもいいんですけれど、嫌、はい、かどうかも言わないので、うんうん、そうですね、わかんないんですけど、はい、まあちょっと機会があればそういうこともちょっと頭の中に入れていただくと、ね、はい、いろんな人を見てると子ども自身が会う人、うん、会わない人っていうのは分かってきますから、はい、はい、ちょっと試してみてください。はい、わかりました。はい、ありがとうございました。なまる、はい、ありがとうございました。今日は小学校4年生の女の子ですね。ちょっと引っ込み思案で将来いじめに遭うんじゃないかなっていうお母さんの心配でした。3つのポイントです。1つ目は自分を信じる力を育てるということで、自己肯定感を育てるという意味と同じですね。自分のことを今のままで OK だって思える子は本当に強いです。何でもできます。ですからこう、あなたこれができない、こうしなさい、あなた今のままではダメだよっていう、そういったマイナスなイメージを伝えずに、今のままで OK だよ、あなたはこういうところ素敵だよっていうことをお子さんに伝えてください。それが自分を信じる力になります。2つ目は子供に信じてもらえる親を目指すということで、簡単なこととしてはまず人の悪口を子供の前で言わないっていうことですね。人の悪口を聞いてると子供は自分もこうね、陰で言われてんじゃないかっていうことで人を信じたくなくなりますので、お子さんの前では悪口は言わないようにしてくださいね。そしてお子さんとの小さな約束でも必ず守ってくださいね。あのお花見に行こうねとか、どこか行こうねって必ず小さい約束でも守ってください。3つ目はいろんな人と交わるということで、お子さんにこういろんな人のね、交わるチャンスを与えてください。今日はあの外にあまり出るのが好きじゃないっていうことなので、まあ、そういう子供を無理やり外に出す必要はないんですけれど、もしこうね、
交わる機会があれば積極的にサポートするっていう形でやってみてください。そうするといろんな人を見てると自分に合う人合わない人っていうのは分かってきます。自分に合わない人は付き合わなくてもいいんだよっていうことも学んでいきますので、今小学生ですと本当に狭い世界で学校が全てっていうような世界で住んでいますので、世の中にはねたくさんの居場所というものがあるということもお母さん伝えていてください。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。取り上げてほしい内容ご質問等ございましたらコメント欄までお願いします。グッドボタンチャンネル登録もよろしくお願いします。